はい、どうもクリです。ペナントやっていきたいと思います。19年目ですね。19年目、よし、じゃあとりあえずね、もうとりあえずシーズン終了、日本シリーズの、第3戦まで飛ばそう。一気にここまで飛ばすね。やっぱりちょっとペース上げてね、ちょっと二刀流のね、本土楓を育てたいからね。よし、じゃあ、でも本土楓が帰ってくるまで飛ばすか、とりあえず、あと80日で帰ってくるってことは、80日っていつだ？え？ 80 日ってことは、2ヶ月か。ん？違うわ。80日じゃ2ヶ月じゃない。はい、帰ってくる1日前まで飛ばします。はい、飛ばしました。これで多分あと1日になってるはず。留学選手が帰ってくるのあと1日。あれ？あれ？もう帰ってきてる。もしかして俺のちょっと日程を、帰ってきてた！俺の日程調整見せてたね。どういう成長したの？ん？やべ、どこが上がったのかわからん。呼吸、ん？どこが上がったのこれ。わからん。まあいいや。まあ本土さんにはもう一度行ってもらわないとね。留学に。でも、神坂すみれがね、そろそろね、使ってもいいかなと思うんだけどね。28歳、もう28歳か。28歳で一軍の経験ないからね。まあ、抑えしかできないからね、こいつ。まだだね。もうちょっと能力上げてからだね。そして、皆川さん、ちょっと、頑張ってほしいよ、お前。あー、ダメだな、エミリア。エミリア、パックと変える？有吉が2軍にいる。ちょっと皆川、もうちょっと待とう。これでダメだったら、ちょっとパックじゃないわ。有吉をちょっと入れたいな。200勝投手だからね、有吉。で、森友哉はなぜお前1軍いるんだ？なぜお前は森友学園は1軍にいるんだ？でも一軍に上げるやつがいない。佐藤あげよう。いや、井口でいいや。キャッチャーは3人でいいでしょう。で、誰だっけ言ってたのは。留学もう1人。あれ？野手誰で言ったっけ。じゃあ、ピッチャー2人か。藤田さん。藤田咲さん。お前、スタミナ上がったのか。スタミナと変化球ね。なんかみんなスタミナ上がんな。コントロール上げてほしいんだけどね。よし、じゃあ本土楓と、早見さん。何覚える？特殊能力。なんかもう、だいぶ覚えてきたね。脱三振覚える、脱三振。で、本土楓は、何覚える？お前、広角打法覚えよ、広角打法。で、藤田咲さんは、伸びアップだね。お、こいつスライダーと V スライダーってことは、有吉の後継者になれるじゃん。確か有吉も変化球が、有吉覚えた、有吉。有吉もスライダーと V スライダーなんだよ。いや、もう有吉の弟子としてね、育てたいね、こいつは。有吉の後継者として。よし、じゃあ、日本シリーズ第3戦まで飛ばします。あと、まあ、俺の理想で言えば、日本シリーズあと1勝で優勝できるってとこまでちょっと飛ばしたいね、頑張って。そこまで行ってほしいね。それをちょっと期待して飛ばそう。はい、飛ばします。はい、カットしました。2035年11月2日。機材が壊れまくりング。あ、勇気が切れ丸。切れ丸。有吉、怪我しにくさ、いいになったのか。そうだね。結構みんな特殊能力をちょっと覚えてる。結構覚えてるしね。ちょっとね。ちょっと練習指示からね。いじってこう。それまでに、2勝1敗か。俺の予想ではね、3勝0敗だと思ったんだけどね。よし、じゃあ、ちょっと練習指示をちょっとね、変えてくるんで、ちょっと、2秒待ってください、2秒。もうカットするから2秒で終わるね。はい、練習指示変えてきました。よし、じゃあ、日本シリーズ、スキップでいこう。先発で負傷、雨宮さん負けました。これで2勝2敗。ん？北村早熟。早熟多いよ。
大白、はい。一番キャッチャーなんだね、中日。藤尾。勝った。よし。完封か？タルマ。宮部スランプ。脱出。いつすら、お前スランプだったのか、いつの間にか。移動日。よっしゃ、これであれじゃない？あれじゃない？これで、京セラドームで試合できるね。やろう。ちょっと、どうなんか結構衰えてきてんのかな？市橋衰えてるな。ファースト来年誰に任せよう。夏川？石原香織か。でもこいつもまだサードね。桃井がまだサードできるからね。こいつをファーストに置く？夏川をファーストに置いてもいいね。いや、石原をファーストに置くか。でも桃井が多分あと何年かで結局衰えるんだよね。そう考えるとね。竹達をファーストに転向させようか。こいつも34歳だからね。まあ、晩成だから、こいつとりあえずファーストに転向させて、ファースト転向させて、で、DH に、石原を入れるか。それでいこう。エース早見さんに頑張ってもらいましょう。やべえ、この真っ暗なところで喋ってしまった。この真っ暗のナウローディングのところで喋ってしまうとカットができないからね。普段はカットするんだけどね。だからそういえば、あれだね、もうそろそろ、ほんまにもうそろそろ、ペナント実況も、このペナント実況も終わってね、2017年のね、新しいパワープロがアップデートされるんで、それで新しいペナントをやろうと思うね。もう基本的にルールはね、前なんか動画で言ったっけ？動画で言ったっけ？まあいろいろ結構もうね、ルールも自分の中で決めてきてね、やろうかなと思ってます。とかなんか動画撮るときなんかこれ話そうと思ってたことあったんだけど、忘れたわ。なんだっけ？なんか話そうと思ったんだよね。なんか話したいことがあったんで。忘れたわ。犠牲フライ、犠牲フライ。あ、ミスった、ミスった、ミスった。これどうなの？ああ、アウトか。お、小倉優衣さん。小倉優衣さん、サモリさんも4人じゃん。なんで阪神関係ないやろの打率になってる。23本もホームラン打ってんだね。こいつだってパワー D とかでしょ。パワー D51 でホームラン23本打ってるんだ。特殊能力ですごいな、やっぱり。あ、ストレートか。チェンジアップ、あとチェンジアップ。おお、危ねえ。今のストレート来た、無理だった。俺はチェンジアップを狙うから、チェンジアップ。あ、ストレート。しょうがない。さくらさん、3割4分7厘。入った、入った、入った、入った。入らないか。あ、そうだ、話そうとしたことはあれだ。みんな、YouTube って知ってる？ YouTube って。YouTube っていう、なんか、Google っていうね、会社があってね。アメリカだっけ？アメリカかどっかにね、Google っていう会社があるんだよ。俺もね、Google っていう会社、今日知ったんだけどね、そういう会社があるっていうね。Google っていう会社が運営してる YouTube っていうなんかサイト、動画サイトがあるんだよ。みんな多分知らないと思うけどね、 YouTube っていう動画サイトで、 YouTube っていう動画サイトを最近を見るようになったんだよ。そしたらなんか誰だっけ、誰だっけ、はじめ社長か、はじめ社長っていう人がいるんだよ。なんか YouTube で、 YouTube に動画を上げるね、人でね。でなんかその人がなんか、5股したか、8股したかなんかでね、叩かれたんかな？なんか俺もよくわかんないけど、叩かれて、動画をなんか出さなくなったらしいんだよ。でね、それは別にいいんだよ。動画出さないなら別に知らないし、俺、勝手に動画出さなかったらいいやんって思うねんけど、なんかそれに対してなんかいろいろコメントして、再生数を稼いでいる YouTuber がいるっていうね、っていう噂を、耳にしたんだけどね。あれね、ずるいね。あれずるいな。とりあえずはじめ社長の名前出しとけば再生回数稼げるだろみたいな感覚で、はじめ社長戻ってきてみたいな言ってるじゃん。あれはね、ずるいね。俺もなんか、あ、別に俺はまあそんな、そこまであれだからね、そんななんか影響力もないし、別にはじめ社長別に何でもいいけどね、知らないしあんまり。普段ね、あんまり YouTube 見ないからね、
知らないんだよね、そこら辺が。もう俺が見る、俺が見る動画サイトってね、X ビデオか、カリビアンコムぐらいしか知らないからね。YouTube とか知らないもん、あんまり。X ビデオかカリビアンコムか This is AV ぐらいしか見たことないからね、動画サイトは。あと FC2。FC2 の、生放送みたいなやつあるじゃん。アダルトの生放送みたいな。アダルト生放送みたいな。うわ、取られた。入ったかと思ったのに。FC2 のライブ放送で、そう、あれはちょっとエロいね。あれはエロい。AV よりあっちの方がエロい、やっぱり。あれぐらいね、やっぱり見れるか見えへんかっていう瀬戸際がやっぱエロいね。まあ、あれ、実際あれでしょ？なんか、有料になったらエロいことするんでしょ？有料じゃないのはあんまりエロくないんじゃない？エロくないっていうか、まあ、そこまで、最後までは見せれない、見れないじゃん。その、グーとかは見れないじゃん。乳首までは見れるけど、そういういいところは、有料行きますみたいな感じじゃん。あれね、ちょっと一回有料行ってみたよね。有料、あれのもなんかな、行ってみたんだけどね。それ、金払って有料行くじゃん。有料行って抜いた後の賢者タイムの後悔やばいと思う。なんで俺こんなに金払ったんだろうって絶対そう思うよ。抜けろ、あー抜けないか。あーっていう、そんなしょうもない話をしてたら、負けそうだ、負けそうな、負けたね。負けたわ。第6戦まで行くって久々だな。え、第6戦、ん？第6戦終わったってことは？あ、アフリカリーグに所属している中本、現在まずまずの活躍。おー、まあ、帰ってきてほしいね、とりあえず。アフリカリーグ行くなら帰って。てか、ポスティングでどこ行くか言ってほしいよね。メジャーだったら、まあ、行ってこいってなるけどね。てか、めっちゃ、最後までもつれてるじゃん。いつの間にか、隙間空いた。ふとした瞬間のさりげない仕草だね。多分これ分かる人はもうあれだね。おじさんだね。おじさんでもないか。若い人も知ってんのかな？もう俺は若いからね。小6だから。小6で動画撮って YouTube に上げてるからね、俺は。皆川が21勝してるよ。防御力4点ぐらいでクソみたいな言ってたらいつの間にか21勝もしてるんだ。ベテラン篠原、誰だお前。お、茅野愛さん、ホームラン46本。うち、この打ち方、あ、そうか、山田哲人にしたんか。山田哲人、ピッチャーとちょっとかバットかぶって打ちにくいな。あ、山田哲人の覚醒ホームランみたいな。確定ホームランか。覚醒ホームランってなんだ。はい、三塁だ。そうか、山田哲人の打ち方なのか。山田哲人。あ、そうだ、なんかコメントでこの前あれあったね。山田哲人じゃなくて山田哲人ですよってあったね。そうだね、山田哲人じゃないね。山田哲人だね。そうだ、そうだ。ファールボール。こいつは打ち方変えてないのか。61って昔の坂本の番号だね。背番号。あ、三振してた。おお、振り遅れてんね。シンカーに。お、なんかめっちゃ点取られるじゃん。おい、誰だ、ピッチャー。おお、郷皆川、しっかりしろ、お前。郷皆川。被安打4。自責点 1？ ってことは誰かがエラーしてんのか。もう誰だエラーしたやつは。あら探しをするからな。俺は。あ、もうもうお前か。うん。何も言えない。鳥谷がエラーした感じ、時ってこんな感じなんだろうね。その気持ち分かったわ。俺、金本監督の気持ち分かったわ。多分、鳥谷がエラーした時はこんな感じなんだろう、金本も。うん。って何も言えないんだろうね。俺も、桃井がエラーしたら何も言えないもん。今までチームを引っ張ってくれた4番がね、エラーしてもね。特に何も言えないもん。あやな、ちょっとレフトにホームラン打とう。レフトに、うーん、犠牲フライいけんね。これタッチアップいけんね。
タッチアップいける。アイグナイスタッチアップ。ここでエラーした桃井。ここでホームアウト。ああ。これは犠牲フライいけるでしょ、犠牲フライ。おい。アイナイス清野。いいね。4番も、4番じゃない、5番か。そうか、桃井5番になってんだね。アイナイス。あ、ツーアウトか。おお、デッドボール。おいおいおい。これ、喧嘩すんぞ、喧嘩。喧嘩じゃないわ、乱闘すんぞ。おいおいおい、また、ってたんだか。引っ張ろう、引っ張ろう。やっぱストレート狙うのが一番いいのかな。うわ、進化。抜けろ。抜けた。ショート守備下手くそか。おい、セーフ。ナイスセーフ。ナイス走塁だ。今の結構すごいね。よう、二塁まで来たね。ショート守備下手くそなのかな。でもこれでピッチャーカットして、ピッチャーカットしてんのに。お、ターニングポイント。ピッチショートの守備は下手くそなのかな。守備 C じゃん。結構強いな。とか敵チームも結構強いじゃん。うちのチームも結構能力的にはだいぶね、ここがちょっと衰えてるからね。来年かやの5番か。そうだな。え、3割7分3厘ってすごくね。首位打者か。三冠王あるよ、三冠王。あやな、竹田つあやな。ここでちょっと一発ホームランと一発ホームラン。はい、入れ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 。入ったホームラン。早いホームラン。さすが清野。はい、はい。おお。おお。竹田とハイタッチしてんね。こう、アウトコース高めのスライダーをね、逆らわずにね。京セラドームにこんなに、過去こんなに人が入ってることはあるのか。おいおい、見るね、見るね。投球はこれから3球目。打った当たりだ。左中間へ持っていきます。あー、抜けないか。あ、落ちた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 。よし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 。これはもう日本一決まったわ。ホームランだと思う、ホームラン。一球入魂と。おい、確定。すごいな、パワー D でも確定出るんだね。 142m を積んでるし。あ、そこいつハイボールヒットついてんのか。はい、ホームラン。はい、ホームラン。この回止まらないな。うわ、スライダーめっちゃ曲がる。岩波、岩瀬みたいなやつだな、こいつ。ドラゴンズのシュートと、シュートとスライダー使う岩瀬みたいなやつだな、こいつ。あ、悩んだ悩んだ。あー、ショート守備いいね、結構。肩 S だったもんね、確かショート。肩 S 守備 C だったね。やべ、はい、勝ちました。はい、日本一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 。みんな7回にめっちゃ点取ってんな。7回12点取ってんか。1イニング10得点、1イニング日本本塁打。はい、日本一決まりました。なに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 。あ、パック帰国か。しょうがないな。確かパックの年俸な。400万、440万とかで、最低
年俸で契約してたからね。まあしょうがない、帰んのは。で、エミリアタンはどうだったんだろう。エミリアタンは、エミリアタン抑えなってんの、お前。ちょっとやめよう。え、なんでエミリア抑えなってんの、よくわかんない。なぜ本土楓がお前は先発をやろうとしてる。お前はどうせ来年も留学だぞ、お前。お前は30になっても留学させるかな。よし、じゃあここで終わろう。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。